好奇心小田作之助殺された娘美人少なくとも新聞の上ではそれが宮枝には侵害だ宮枝はその娘を知っている醜い娘おかめというあだ名だ私の方が綺麗だ私の方が口が小さいおカなんて言われたことはない宮枝のあだ名はお化け あんまり酷だから、聞こえるところでは誰も言わなかった。お化け、誰のことかしら。声だけは宮枝も女だった。誰でも死ぬ。クレオパトラ。白骨にも花の皇帝はあるのか。文章だけが花が高いと書く。若くて死んだから。あたしは養生して200歳まで生きる。奇跡、化石になる頃。 皆、みなあたしを忘れる。文章だけに残る。醜い女、二百歳まで生きて、鼻が低かったと。そしてさらに一生を犯さず、処女。殺されれば、あたしも美人だ。あたかも、お化けが皆美人であるごとく、お岩だって元は美人だったと、知らぬが仏の宮枝は、ぐさりとスリルを感じる。知らぬが仏。 全く何も知らぬ。チャンスがなかったのだ。手術みたいなものかしら。好奇心の病気。盲腸という無用の腸物に似た神秘のベールを切り取る外科手術。好奇心は満足され、自虐の気液。そして、美貌という素晴らしい子をはらむ。しかし、必ず死ぬと決まった手術だ。やはり宮枝は罠なく、男は皆殺人魔。 柔道を習いに宮枝は通った。社交ダンスよりも一石二鳥、初段、黒帯を締め、もう殺される心配のない夜の道をガニ股で歩き、誰か手ごめにしてくれないかしら。スリルはあった。ある夜、寂しい道。もしもし、男だ。一緒に歩きませんかええ。胸がドキドキした。立ち止まる。男の手が肩に。 はっと持った途端、宮枝は男を投げ飛ばしていた。